パラスティカの豆だと沢出です。こちらローランズに来ました。お花屋さんのカフェで結構話題になっているカフェなので、皆さん今日はそこで美味しいご飯を食べたいと思います。はい、はい、こんにちは。今回も副音声でお送りさせていただきます。豆田さん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、こちらですね。サムネをね、撮ろうとしていたら、事件起きますよ。はい。そしてこのうちらの顔が、この顔よ。やば。ビビったよね。これがフルーツミックスのスムージーです。ちょっと私がね、飲みましたので感想を伝えますけれども、全部でね、リンゴ、ラズベリー、ストロベリー、バナナ、ドライマンゴー、蜂蜜入ってるんですよ。あ、そうなんだ。どうりでね、なんかバナナの美味しい風味がしたよね。うん、すごく美味しかった、これ。ね、マジで美味しくて、もううちらハマっちゃったもんね。そう、ほんと家に1リットル欲しいレベルでね、美味しかったの。マジでそれ。そしてこちらが、少々お待ちください。ですね、サーモン&クリームチーズのオープンサンドですね。これもね、こんな上品なプレートに乗ってさ、はい、美味しそうですね、この顔は。どうでした？本当に美味しいのよ。まあ、パンもふかふかですし、このサーモンとクリームチーズの相性がとてもいいんですよね。そうなんです。これね、ライ麦パン、クリームチーズ、スモークサーモン、紫キャベツ、レモン、スプラウト、エディブルフラワーが乗ってる。エディブルフラワーは周りに散らしてあったお花でしょうか。そうそう、そちらですね。このね、レモンがね、いい味効いてて、絶妙な酸味でね、私すごい美味しかったんですよ。二重顎見てください。もう私これ編集してて痩せようって思いました。マジで。いや、うちら本当痩せないとダメ、力士だから。力士だからね。パラスティカ。ローランズすごい良かったね。なんか本当に可愛いだけじゃない。可愛いだけじゃなくてね。美味しいのがやっぱりいいんだよね。そう。うちらもそういうとこしかもう紹介しませんので。スムージーも冷たすぎず、すごい飲みやすいんだよね。今まで飲んだスムージーの中で大丈夫？急勾配がありました。はい、ぜひおすすめなので、原宿駅からちょっと歩くんですけど、地図見ながらね、行けばすぐ分かる道だと思うので、ぜひ皆さん行ってみてください。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上。せーの、パラスティカでした。